イルアルスランは、ホラズムシャー朝の第四代君主、アトスズの子。父のアトスズが、シルダリア方面の地域を征服した後、1152年に、イルアルスランは、シルダリアの前線基地であるジャンドの知事に命じられる。1156年に、アトスズが没すると、イルアルスランは、ホラズムシャーの地位を継承した。イルアルスランは、先代からの方針を引き継ぎ、 セルジューク朝とカラキタイへの効能を行った。イルアルスランが即位した数ヶ月後にセルジューク朝のスルターン・サンジャルが没するとセルジューク朝の支配下に置かれていたホラーサーン地方は混乱に陥る。このためホラズム社長はセルジューク朝の新住国である状態から事実上脱することができたがイルアルスランはサンジャルの後継者である。 マスウードとの友好関係は保ち続けた。ホラズム社長とマスウードの間に、カラキタイへの共同出兵が計画されるが実現には至らなかった。父と同じく、イルアルスランは、ホラーサーン地方への影響力の拡大に努め、ホラーサーンの同盟者に軍事力を供給することによって影響力を行使した。しかし、セルジューク朝の崩壊にもかかわらず、敵対する。 ホラーサーンの領主たちに対して決定的な戦果は上げられなかった。1158年にホラズム社長は同じカラキタイの新住国である西から班長と接触する。西から班長の君主、アリイチャグリハンは領内のカルルク族を迫害しており、数人のカルルク族の指導者は保護を求めてイルアルスランを頼ってきた。彼らの求めに応じた。 イルアルスランはカラハンアサの領土に侵入して、ブハラを占領し、チャグリハンが避難したサマルカンドを包囲した。チャグリハンは、シルダリアに居住するトゥルクとカラキタイに助けを求め、カラキタイから援軍が派遣されるが、カラキタイ軍の指揮官は、ホラズム軍との戦闘をためらった。結果的に、カルルクの指導者たちを西カラハンアサに帰還させ、彼らへの迫害を止めて、 従前の地位に戻す条件が、チャグリ藩に課せられて、ホラズム社長と西カラハン朝の間に和平が、結ばれた。晩年、イルアルスランは、カラキ隊に対する年一回の功能を行わず、1172年に、カラキ隊は懲罰の軍をホラズムに派遣した。イルアルスランは軍隊を集めて、迎撃に向かうが進軍中に病にかかり、指揮権を、将校の一人に委ねなければならなくなった。 コラズム軍は、カラキタイの軍に敗れ、戦後間もなく、イルアルスランは没した。イルアルスランの死後、彼が後継者に指名した和シのスルターンシャーと、スルターンシャーのイボニーアラーウッディーティン敵種が多いを、巡って争う。ありがとうございます。